ハリー・ポッターが教える公衆衛生学。講義を受ける学生も仮装しています。広島女学院大学のハロウィンのイベントは、コロナ禍でも学生生活を楽しみたいという学生の思いから2年前に始まりました。学生は仮装姿でも真剣な表情で講義を受けていました。今日は平成ギャルのコスプレをしていて、私はジブリの仮暮らしのアリエッティの学校で今日は来ました。なんかみんなもすごくカチューシャだったりとかいろんな格好をしてたので、すごい非日常というか、なんかいつもより活気があっていいなっていうふうに思います。授業に集中できました？まあいつも通り、個人的につけまがちょっと邪魔だなとは。昼休みの学内パレードには学生と教職員合わせておよそ100人が参加しました。大学の敷地内にある幼稚園の園児たちと触れ合う場面も。お気に入りのスタイルになった学生たちは写真を撮ってハロウィンを楽しんでいました。普段見れない先生の面白い姿とかも見れたので、すごい楽しかったです。最高でした。楽しかったです。なんかなかなかないと思うので、すごいいい大学だなって思います。今まで一緒に話したことないような方でも、そのコスプレすごく可愛いねなどの会話が生まれていて、とても良かったと思います。来年再来年と続くような行事になってほしいなというふうに思っております。もう学生中心で、それに教職員の一つになって、大学全体で今日一日楽しみましょうということですよね。はい、楽しい大学っていう一つの表れだと思います。ハロウィンイベントは来年も開催される予定です。